蝶の温室セントルイス動物園のモンサンと昆虫館腸炎、蝶肝、またはバタフライファームは蝶の干渉や繁殖に特化した動物園。いくつかの蝶炎には様々な植物のほか他多種の虫や蜘蛛、サソリなども飼育される。自然物のある温室で生きた蝶を見ることが1970年代からイングランドで盛んになった。 世界初の超演の一つに、1988年、アメリカ合衆国のフロリダ州、ココナッツクリークに建てられたバタフライワールドがある。セントルイス動物園のモンサント昆虫館 USA、カナダコスタリカブラジルハット、プエリッチャーバタフライウィング、ハットサンノゼバタフライファーム、ハットコロディバタフライハウス、ハットマジックオブライフバタフライハウスハット、シーフォードガーデンズバタフライハウス。 ハットザ、ビエンナバタフライハウス、ハットペナンバタフライパーク、ブログオブザペナンバタフライファーム、ハットオーストラリアンバタフライサンクチュアリ。ありがとうございます。